広瀬川美術館は、群馬県前橋市千代田町の広瀬川下半にある私立美術館。前橋市出身の洋画家である近藤義雄から1979年が、1948年に現在の美術館の所在地に自宅兼アトリエを建設、子供絵画教室、ラボンヌと大人向け美術教室、生活造形実験室を開設した。近藤の没後、 美術館としての補修、改築が行われ、1997年に開館した。1998年には、前橋都市景観賞を受賞。1999年には、国の登録有形文化財に登録された。近藤の作品、愛用品のほかラボンル、生活造形実験室の資料等が常設展示されているほか 定期的に企画展示も開催されている。多目的ホール、シューベルトサロンが設置され、コンサートやピアノ教室、作動教室、上習寮寛会などの会場として活用されている。2016年度、アーツ前橋、群馬大学の連携により、本館を活用した人材育成事業、前橋未来アトリエが行われ、インクルーシブアート教育に関わる。 ワークショップ、展覧会、コミュニティカフェ、研究会が実践された。ありがとうございます。